はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。バージョン 4.5 の、残りのクエストを紹介してるんですけど、ポポリアキノコ山にもう一個クエストあるみたいなので、ここね、パクレ警部のクエストありましたよね。あの続きみたいなんですけど、やっちゃおうかなと。早く終わるようでしたらね、もう一個ぐらいなんかやろうかなと思うんですけど。いた。もうここで待っていれば必ず現れるだろうと思っていたが、もはしや我が輩の見込み違いか。む、見覚えなるその顔はようやく現れたが選ばれし者よ。確かボッコという名であったな。貴様が来るのを我が輩は待っていた。理由は語らずとも分かっているだろう。かつて貴様が体験した不思議な事件、その真実に近づきたいと思っているならば、我が輩に力を貸してもらえるのか。おう、いいだろう、そうだろう。では早速だが、貴様には表紙が銀色のノートを探し出してほしいのだ。とても重要なノートである。肌身離さず持っていたんだが、気づいたら懐から気を失せていた。先日調査で立ち寄った場所のいずこかで落としてしまったと我が輩は考えている。しかし我が輩が探しに行くと不測の事態が起こる可能性があるので、代わりに貴様にやってもらいたいのである。まずは王都上春海南に住む浜百合という名のエルフの女性を訪ね、ノートを拾っていないか確かめてくるのだ。銀色のノートが見つかればよし、見つからなかったとしても我が輩の元へ報告に戻ってくるように。なんだそれ、銀色って。なんか前ここ入るのに必要だったような、なんかあったよね、そんなような。必要だったかわかんないけど。あら、あなたとは前にもお会いしましたわね。その時のことはよく覚えてないですが、私何かご用でしょうか。はい、パクレ警部が落としていた銀色ノート見ていたか聞いてみますか。ああ、パクレ警部でした。つい先日我が家にお見えになりましたよ。以前住んでいた土地で娘によくしていただいたことがありまして、それ以来時々訪ねてくださるんです。ですが、あなたがお探しのノートらしいものはお見かけしも一応おりません。お役に立てず申し訳ありませんわ。戻ってきたが、ボッコ、我が輩のスリーが銀色のノートは見つからなかったと告げている。それは残念であるが、一つ聞いておきたい。ハマユリが我が輩に関して何か言っていなかったか教えてくれ。前にいた土地でパクレ警部と知り合った話をしていたことを伝えた。どうやら以前の状態に戻ってしまったようであるな。我が輩の手元から離れたことで力が弱まり、影響を与えられなくなったということであるか。ノートのことを少し教えておこう。あれは我が輩が銀の丘の扉の中に閉じ込められていた時に見つけたものだ。それ以上はまだ説明ができぬ。貴様には引き続き銀色のノートを探してきてもらいたいである。ドラーム王国に住むマクリマという名のドワーフの女性を訪ねてほしいのだ。銀色のノートはそこにあるかもしれぬ。マクリマ、なんか聞いたことあるな。あ、そうだね。パクレ警部のクエストやった時にいた人だ。私のダーリンはバッツェって言って、王立騎士団で働いているエリートなの。今は武器庫の管理を任されているわ。結婚してから結構経ったんだけど、まだまだラブラブなんだから。はい。パクレ警部、ああ、おひげのプキューポのおじさんでしょ？ついこの間うちに来たわよ。何しに来たのかよくわからなかったわ。ずっと前にも会ったことあるんだけど、あれはいつのことだったかしら。街を散歩しながらダーリンとラブラブしてたら、どっからから現れて職務質問だーって言っていろいろ聞かれたことがあったわ。別に何かされたわけじゃないけど、私たちが羨ましくて邪魔したんだとしか思えなかったわね。あ、銀色のノートを探してたんだっけ。私はそれっぽいものは見てないわよ。ごめんなさいね。忘れさせてるみたいな感じなんだろうけど、なんかそれを思い出してきてるみたいな感じじゃない？違うかな？まあ流れ的に。だからそのノートが重要みたいなね。F、 なんという後を引くうまさ。おっと、これは失敬。少しばかりバナナを食べ過ぎてしまったようであるな。誰かはわからないが、我が輩の好物を差し入れによこすとは見どころのようなものがいたものだ。さてボッコ、今回も銀色のノートは発見ならずとその顔に書いてあるな。あのノートを見つけた時、そこには何一つ書かれておらず、全くの白紙の状態であった。広大なる純白の大地、自らの足跡を残したくなるのは必然。銀の丘の扉の中に閉じ込められて暇を持て余していた我が輩は、秘めたる思いをノートに綴ったのだ。では次はジュレットの町の酒場に向かい、ケリーヌというエリーの女性に確認を頼む。必ず銀色のノートを見つけてくるのである。まあ、それもそうだね。なんかそこの
なんかなんだっけ、置物をパクレ警部が壊して、なんか直す材料取りに行ったって話やったもんね。チューレット。なんだよ、あんた、私に何か用かい？はい。あ、あのヒゲワジならこの間ふらりとここに来て、ココナッツココナッツを3杯飲み干していったよ。ツケが溜まってるってのに全く遠慮もなくガブガブとね。じゃあその時にカウンターにそれっぽいのを忘れていったっけ。ちょっとそこで待ってな。お、銀色のノート持って戻ってきた。ほらこれだろ、あんたから返しておいてくれ。返す前に一度ノートの中身を見てみなよ。あのヒゲオヤジが書いたと思うと腹を抱えて笑えるはずさ。さて見てみるか。時空観察機関警部、すべての時間と空間を超えて超常的な存在を監視あるいは排除するための秘密組織、高次元エージェント P89 例、我が輩のコードネーム、警部の中で最も有能なエージェント、イレーザー GE50、 少年の姿に負けて P89 例たる我が輩の命を付け狙っている異次元からの暗殺者、忘却の夢キャンディ、辛い現実から逃避させる歌詞、常用すると危険、所持者は浜より親子にあたりにしておこう、フユモニウム、毒素を発する異次元由来の危険な鉱物、酒場で象とかに加工されている、異次元生物、異次元から迷い込んだ獣、ケダモに似ている、あのドワーフ夫妻を絡ませてやりたい。うん、まあ絡ませてやりたい。まあ起こった出来事だよね。お、その顔は銀色のノートを見つけ、その中もすでに確かめておいたという顔であるな。ではノートを渡してもらおうか。確かに我が輩のノートだ。ご苦労であった。時に僕よ、そこに書かれていた時空観察機関警部の名に心当たりがあるだろう。はい。やはりな、配役が未定だった冒険者に当てはめられたのは貴様だったわけだ。さてもう分かっているだろうが、貴様は先日体験した事件は全てこのノートの仕業である。銀の丘の扉の中で我が輩が独創的かつ素晴らしい設定の数々をノートに書き連ねたことが全ての始まり、扉から脱出した後我が輩は借金取りの持つ家を捨ててこの洞窟を新たなる居住として定め日々を過ごしていたのだ。設定により詳細を表現するためエージェント服のデザインを加えたりミストデバイスの模型などを作りつつな、ある日のことだ、ノートが放った光によって我が輩は気を失ってしまった。意識を取り戻したとき、我が輩はすでに時空警官機関警部のエージェント P89A だったんである。ここから先の話は貴様も知る通り、貴様が共にイレーザー GE50 を倒すまでの我が輩の設定が現実化していたのだ。事件の後始末をしていたときに手放してしまい、その効果は消えつつあったんだが、今ノートは我が輩の手に戻った。このノートがあれば我が輩の思うがまま新たな設定を書き足し、全宇宙の平和を守るエージェントとしての活躍するのである。その時には僕よ、貴様は我が輩の助手として再び登場させてやることもやぶさかではないぞ。それを今回の例としても良いのだが、大量の設定を書き足すには時間がかかる。ひとまず例を受け取っておくがいい。バナナキャップ。さてでは我が輩は執筆活動に勤しむとしよう。貴様も楽しみに待っているといいのである。はい、片手に意気揚々とテントの方に歩き出した。しかしバナナの皮を踏みつけ思いっきりすっ転んでしまった。銀色のノートが宙に舞い、なんと焚き火の中に落ちてしまった。ノートに火が燃え移っていく。え？どっかともなくボッコの頭の中に声が聞こえてきた。どうやらうまくいったようだね。いやボッコ、私だよ、ホステールだ。久しぶりかな。お、君には迷惑をかけてしまってすまない。あのノートは私が作ったものでね、アルエ王妃に持っていたノートの試作品さ。ああ、あの願い叶えるノートか。書かれた内容を現実化する力がどうにも不安定で、何が起こるかわからない危険な代物だったんだ。後で処分するつもりで銀の丘の扉の中の空間に隠しておいたが、すっかり存在を忘れてしまっていてね。それを彼が見つけてしまったようだ。だからバナナを送りつけてノートが処分されるよう仕向けてみたのさ。彼には悪いが仕方のないことだ。用は済んだので私は失礼するよ。銀色のノートが燃えて真っ白な灰になってしまった。
まあ、亡くなってしまったものは仕方ない。いい夢を見たと思うことにするのである。かくなる上は、基本に立ち戻り、身近な人たちを守る一人の警部として活動を続けていくとしよう。あ、もともとそうなんだけど、そこに入ってそういうノートを見つけて、あんなね、時空観察みたいな風になった世界を作り上げてしまったって話ね。そしていつか我が輩による我が輩のための理想を自分の力で叶えてみせようではないか。もう全部繋がってんね。そう、ノートあったもんね、バージョン1でね。なんもないか、ここ。バナナキャップ。まだ時間あるので、バナナぼっこさん。いや、それはいいんだけど、誰か来たね。もう一個クエストがあって、いや、とりあえず装備戻しておこうか。もうあとこれだけなんですよ。だから590とかもね、あるんだけど、これってやっちゃっていいか。これ多分デスマスターって新しい職業なんで、バージョン5の職業だよね。だから600番だから、でもここら辺ってやっていいかな。髪色変えるやつだよ、多分ね。髪色変えれんだったら、ボッコさん、イメチェンまた考えてもいいかもな。またしても困った困った。マダムがよりによってあんな課題を出してくるなんて。で、ボッコさん、また来てくれたね。ちょっと私の話を聞いてちょうだい。マダムフェリシアって言えば、最近とあるスイーツにすっかりハマっていてね。何をちまよったのか、そのスイーツをイメージした新色のヘアカラーを開発しろって言い出したのよ。あ、開発自体は現役ナンバーワンである私にとってそんなに難しいことじゃないの。でもどうしても気が済まないのよね。え、分かってる。あのスイーツは大人気だからお客様も喜んでくれるって。ボッコさん、申し訳ないんだけど、レインボーリキッドを手に入れてくれない？あの柔らかい色を出すためには必要なの。レインボーリキッドはジャイラミツリンなどに生息しているシーザーレインボーが落とすらどうかお願い。ジャイラミツリン、また行くんか。ありがとう、いつも助かるわ。もしレインボーリキッドが無事手に入ったら、新しいヘアカラーが一気に10色も使えるようになるわよ。どうか気をつけて行ってきてね。待ってるわ。ここはやっちゃってもいいね。冒険にあんま関係ないもんね。チャイナミツリン、そうだ、行ったばっかだからある。レベル解放クエストね、できました。わお。行ってみるもんだね。撮ってないの結構あるよね、多分。あ、ボコさん、もしかしてレインボーリキッドを手に入れてきてくれたの？はい。あ、これよ、これ。レインボーリキッド。もう一生目にすることはないと思ってたのに。あの頃のこと思い出しちゃいそうだわ。とっとと済ませましょう。落ち着いて。集中するのよ、私。大丈夫、きっとうまくいくわ。マジカルマジカル、ふわふわふんわりスイートカラー。はい。ふう、完成、成功したわ。これで美容院の新色の完成よ。はい。美容院で新しい色。レモン、カナリア、アンバー、朱色。ベビーピンク、藤色、青リンゴ、ミント、白い、
シーグリーンが使えるようになった。手伝ってくれてありがとう。これはお礼を受け取ってちょうだい。お。改めて見るとやっぱり綺麗な色ね。あえて自分から作り上げたことで嫌な思い出も乗り越えられた気がするわ。私ね、このヘアカラーのモデルになったスイーツ、あのミローレ特製のレインボーマカロンが大の苦手だったの。実は私こう見えて美容師になる前はパティシエを目指していたのよ。カラフルなスイーツが大好きでミローネに弟子入りしたんだけど、その時あのマカロンを何度も作らされてね。ミローネは鬼のように厳しくて、私の作った見た目は良くても味は、落第点の失敗作を全部食べられさせたわ。それがあまりに辛くて、このスッキリ小顔が二重顎になった時点で私逃げ出しちゃったのよ。でもヘアカラーを作ってよかった。だってこんなに素敵なんだもの。これなら人気が出ること間違いなしよ。ボッコさんもいろいろ試して、ぜひ素敵にイメチェンしてちょうだいね。これからもサロンヘルシアをごひいきに。はい、いやいや、ちょっとどんな色か見たいだけ。桜？あ、ここか。植えたのが、あ、ここだ。シーグリーン、白藍、ミント、青リンゴ、朱色、ベビーピンク、藤色、アンバー、カナリア、レモン、レモン、アンバー、カナリア、まあ、ここら辺ボッコさんだよ完全に。まあ今のままでもいいか。またなんか増えるんでしょうねこれね。はい、ということで、パクレ警部のね、真実分かりましたね。それと、なんだ、真実と、あとは、まあ髪色をちょっと変えれるようになったので、まあそれはね、いつでもいいんですけどね、ちょっと時間空いたんでやってみた感じなんで、次回ね、先進みたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。